ボッカチオ70は1962年に制作、公開されたイタリア・フランス合作のオムニバス映画である。参加監督はマリオ・モニチェリ、フェデリコ・フェリーニ、ルキノ・ビスコンティ、ビットリオ・デシーカの4人。デシーカ監督の自転車泥棒で知られるチェーザレ・ザ・バッティーニの発案による演奏コメディ、いわゆるイタリア式コメディである。4編からなるこのアンソロジーは それぞれを一人の映画監督が演出し、どの作品もが、現代のモラルと愛の異なる側面についてを扱い、デカメロンで知られる14世紀の詩人、ボッカチオのスタイルを取った。ただし、ほとんどの国では150分前後の3編構成で公開され、モニチェリ監督による第1話は、イタリアの配給会社チネリッツの社内に存在するだけであった。 モニチェリア他の3人の監督たちは、配給側の制作に抗議し、第15回カンヌ国際映画祭の作品プレゼンテーションへの不参加を表明した。後に、日本で発売されたビデオ版、1998年の劇場公開版では4編揃った完全版であった。ポストモダン作家として知られるイタロ・カルビーノが、問題の第1話の脚本の共同執筆に参加している。 当時カルビーノはローマに在住しており、数年後パリに引退した。発案者のザバッティには、単独で第4話の脚本を執筆した。オリジナルな4編は以下の通り、ありがとうございます。